7月23日、 BTS 宮城の管理人はある二人を訪ねた。はい、行きます。おはようございます。え、なんすか今回は BTS 宮城のヒロインとなりつつある田中夏実と駒田ひろかの一日に密着。今日はよろしくお願いします。え、今日って情熱大陸の密着ですよね。そうですよ。プロフェッショナルです。はい、データギの登録です。はい、名前はなしでいいんですか。名前なしで2人のサインだけ、はい、余裕だけちょっと。どうやら今日は会場を使ったイベントを行うようだ。2人で1枚を2枚。うん、2人。あ、本当だ。じゃあ脱いでも大丈夫大丈夫です、ね、リハーサル中です。あ、いい感じ。LINE モバイル最近お約束となってしまった LINE モバイル、滑っても気にせず繰り返し、現場の空気を明るくするのも彼女の魅力の一つと言えよう。これ違うぞ。はい、行きまーす。はい、なんか、あ、ちょっと、あ、1枚目はあの出るんで出るんで練習戦、入れ替えたら1枚目はもう押しちゃってください。合宿、今日向かい取ります。今日合宿です。練習で失敗しましょう。はい、写真撮影会にも入念なリハーサルは欠かせない。スタッフを間に挟み、納得がいくまで何度も撮り直す。今日は練習生が来ています。最終合宿です。 HKT の7期生最終合宿に選ばれました48番田中夏実です。お願いします。誰よりも大きく踊りたいと思います。頑張ってください。お願いします。はい、それなんだっけ、それダメな香り。一人名前チェックだけ、はい、お願いしていいですか。はい、適当に変わらせていただいて。こんにちは、田中夏実です。駒田ひろかです。あ、お願いします。お願いします。はーい、おーい、たまたまの代わりにピッチャーさんです。ナツイカワさんです。はい、ありがとうございます。はい、差し入れ買ってきました。チョコラビビンのハイパー売りてきた、はい、誰か買ってる絶対。うそやん、そこの紙は。やっほー、差し入れ持ってきた。めちゃくちゃ。ちょっと待っててね。手ごねの方。うん、マスパック。あ、これ一部。マジありがとう。嬉しい。もっといっぱいあり。一部と全部。嬉しいだ。オルフェスのパックめっちゃいいんですよこれ。あ、ありがとうございます。一応チョコラビー、あの、すいません、1個レベル低いやつですけど。嬉しい。チョコラ BB いただきます。あ、チョコも入ってる。おお、一個グレード低いやつ。一個。え、配信の。え、これですよハイパー。あ、私これ。違う、それじゃないです。もう一個高いのありました。もう一個高いのありました。もう全然これでいいです。これ。今これ飲むの。チョコラ BB のミピ。これ、このちっちゃい方が高いやつ。これですか？うん。これ一人。これはまあまあのやつ。いや、それももう2本しかなくて。え、みんな疲れてんだわ。じゃあ
スナック菓子多い。チョコとかじゃなくて。いやいや、チョコもありますよ、結構多分。あ、スナック菓子かわいい。ゲーセンで、ゲーセンで。遠足や、遠足。嬉しいな、ありがとうございます。え、これ初めて見ました。何時からですか？いや、なんか歯の詰め物取れそうな感じ多い。いやいや、あのなんか持って帰り、高弾力大粒群持って帰り大好き、カップ人気ですよね。初めて見たんだけど、あの持って帰りやすいよね、あの閉まるやつを多めに選んだんですけど、一番マネージャーだな、この弾力、癖になる弾力好きですもん。あー、これ大好きです。よかった、ありがとうございます。いいんですか？私フォトブックあげましたっけ？なんか渡してませんでしたっけ？はい、もらいました。あ、ならいいです。え、まだ見てないんですか、私のフォトブック？自分開けてないです。待って、マジひどい、それは。それはマジで契約切りそう。宮城さんの契約切りそう。あ、まず契約。レギュラーも決まったし。相手にされんくなるかな。RKB の新番組決まってね。そして本番を迎える。今日お待たせしました。こちらからこちらから来ます。10秒前まで着替えてました、ごめんなさい。すいません、バタバタで準備が。だって BTS 宮城さんが今日密着に来てて、もう意気込みを言ってるもうこっちはメイクしてるのに、すごいなんか情熱大陸風に密着してくれて、今日の意気込みをお願いしますって言ったらすごいあの遅くなっちゃいました、すいません。改めまして田中夏実です、よろしくお願いします。はい、浜田ひろかです、よろしくお願いします。今日は夏美の日ということで、はい、夏美のイベントなんですけど、まあでもどっちが主催っていうわけでもないので、まあ確かに夏美の日だけど、はい、今日何日だっけって言ってましたよね。サイン書いてるとき今日何日だっけって。すいません、一応夏美の日のイベントということで、はい、今日 HKT の熱ワンファイナルもやってる中、こちらに来てくださってありがとうございます。皆さん、あ、でもすぐ終わろう。一部すぐ終わりましょうね。今日絶対押せない、押せないということで、今日は一部お疲れ。無事終わりました、一部。どうでした？見てくれてましたよね。まあ、一番なんか嫌だったのは、はい、始まり押したのをあの管理員のせいにしたこと。でも回してましたね。なんか本当に怒られるんじゃないかっていうちょっと気持ちになりますね、ファンの人に。私自分のイベント遅れたことないんですよ、ありがとう。いつもオンタイムで、うん、初めてこんなファンを待たせることさせてしまって。いやいやいや、本当に反省してます。喋りすぎでしたもんね。自分言いましたよね。確かに時間大丈夫ですか？大丈夫です。死ぬほど喋って今日はうどん、うどんじゃない、違う、うどん、どこが、どこがうどん。うどんです。宮城でうどん食べてるから、いつもうどんになっちゃった。肉うどん食べてるから。肉うどんです、今日は肉うどんです。今日は現場の方から弁当をご馳走になったという。そういう現場を見たことない。いや、あれですよ。いや、近いて。そんなに近くないですよ。米とかついてないですか？牛丈のネギ、ネギとか。え、本当に大丈夫ですか？本当に大丈夫。いや、その青いものとかじゃなくて、普通にそのカスとかだけが。いや、ないないない。お互いチェックしてください。いや、見えるでしょ。ホワイトニング始めたんですよ。聞きました。あ、やっとやっと2部になってビジョンとなったわ。嬉しい。あ、ってかもう来てないって言ってたのに。長い閉めてください。ちょっとスカートのタグ切るの忘れた。ごめんなさい、またバタバタしてたもんね。タグ切りなさい。ちょっと来ないでください。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。大丈夫、皆さん来てくれてありがとうございます。改めまして、夏美監督の田中夏実です、よろしくお願いします。そして、はい、熊田ひろか
ですが、2部から参加だよって人、えっ、めっちゃ多いじゃないですか。ありがとう、ちびっこもありがとう、かわいい。え、すごい、これもいらん。私がこっちから取ってあげます。ファン対応中のピーコです。ピーちゃん、あっちいいよ。あっちでございます。ピーちゃんのファンの下半身だけ、下半身映していい？いいよ、下半身。夏に手振って、あ、後ろ映して。何それ、ピーちゃん、これね、あの卒業公演ピース。ピーちゃん、ピーちゃん T シャツ、あ、顔映っちゃう。見つめ合いの時かわいい。ありがとう、顔映っていい？いい、いいいいらしい。フリー素材。メイク全然そこの端とかで撮ってもいいですか？働きマン太田さん、カットしないで。管理人は田中夏実のファンと名乗る一人の男性から、彼女についてさまざまな話を聞くことに成功した。田中夏実さんのファンです。夏実川さんのファンです。はい、割と HKT の初期の握手会の時に、はい、一応全員ちょこっとずつ回ってたんですけれども、はいはい、まあ受け答えが面白かったのと、はい、あとまあ一生懸命なところですかね。卒業してからはまあ本当にね、事務所にも入ってない中で、はい、まあ一つ一つのお仕事を本当一生懸命真摯にこなしてとかやって。うん、でまたそれがいい形で次の仕事につながってるようなとこを見てると、はい、本当にいい頑張ってるな、いい子だなっていうので応援したくなりますね。なるほど。まあ結構好き放題やってますよね。うん、だから楽しそうでいいなと思って見てますし、はい、まあもともとねボートレースもそんな知らなかったはずですけど、まあ、少しずついろんなことを覚えてきているので、まあいいかなと思って見てます。はい、ありがとうございます。とにかく一生懸命なのは伝わってますので、あとは細かいところで漢字を覚えたりとか世の中の常識的なもいわゆるもう常識がないってわけじゃないんですけど、はい、世の中の常識的な言葉とか、うん、もうちょっと積み重ねていくと、はい、ますますお仕事の幅も広がってね、はい、厚みも出てくると思うので、はい、ぜひ日々精進して頑張ってもらいたいなと思っております。わかりました、すみません、お時間取らせてありがとうございました。ありがとうございました。はい、次にピーちゃんのファンという2名の男女から話を聞けることとなった。はい、はい、大丈夫ですか？はい、今日は約5年ぐらい。5年？もっと長くね？約です。5年以上です。5年以上変わった。でもほんまでも正直言うとちょっと変わったのは女の子っていうので面白いっていうのはほんまにそれは思った。可愛いは別だったな、さっき面白いから入ったから。自分も最初の MC か劇場公演、独特のリズムやったから劇場公演の MC で面白い子だなっていうのが入り口ですね。最初はライブとか劇場公演とか見る中で、まあ、MC もそうですけどやっぱ歌とダンスとあとはもうやっぱ可愛い、もう本人が可愛いっていうのもありますけど、やっぱダンスとかもねすごい上手いですし、うん、歌って踊ってるの可愛いよね。面白いから入ったけど劇場行って歌って踊ってんの見て可愛いって思った。あ、なるほど。可愛いが後やな、うん、僕は、うん、やっぱ最初 MC で面白い子からの可愛くてダンスめっちゃかっこいいみたいな、うん、だからいろんな面がその後どんどん見るようになって、
緊張してるみたいな感じは宮城さんの YouTube とか見ててもない。硬い硬いね、お出かけを素のままだと思いますけど、ね、素のままですか、今の方がね、うん、そんな感じが本当に今やれることやれてるみたいな、ちゃんと楽しめてるとか。でも体調悪い時でも本当配信とかも毎日本当頑張っていらっしゃるんで、優しい頑固ねだから一番は本当体調無理せず、あの楽しくピーちゃんが楽しいことが本当一番だと思うので。しんどい顔見たないしね。そうですね画面から伝わるしんどい顔はやっぱりこっちも泣いちゃうからね。泣いちゃいます頑張ってるピーちゃんを見て自分も頑張ってるっていう感じなので、本当に日々ここに同じ配信者いるしね、ピーちゃんを目標にするあの目標、お前ええこと言うてんねんで目標全然ですけど自分はました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてイベントはフィナーレ。3部行ってきます。はい、小田ひろかです。よろしくお願いします。またお客さんと新しい人来てくれてる。サンバから頼った人。わー、久しぶりのね、チーム H 公演でいっぱい。ね、あきちゃんとそっくりさん。ツアーは行かないんですか？あ、昼行ってきたんだ。いいよ、そんな申し訳なさそうに。コンサート行って。あ、そうだ、コンサート行って帰ってきたよって人。めちゃくちゃハードスケジュール。でもそんな会場遠くないよね。けど歩くと遠いけどね。ちょっとあるよ、ね、押したからね。あ、そうなんだ。そう、5時すぐらいかな。え、昼公演はどんな感じ？なっちゃんとかジーナのなんか。あ、やってたよ。やってた、うん、泣いた、みんな泣いたんだ。感動したんだ。見に行きたい。今から見に行こうめっちゃ見に行きたかったけど、でもこっちを選んでくださって来てくださった皆様ありがとうございます。今日はいろいろ大好き。お疲れ様でした。お疲れ様です。3部疲れたね。3部終わりました。どうですか今日のなんか総括を。今日の総括か。うん、でもみかんちゃんとね。うん、まだいいけど。いや、ちょっとね。みかんちゃんと久しぶりにイベントできたので楽しかったのと、ね、あとはね、ファンの方と交流できるのも、うん、定期的にあるので。今回もね、遊びに来てくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。宮城さんのイベントも来るよって言ってる方もいらっしゃったので楽しみに待ってます。どうも、思います。すみません、今日は忙しいところありがとうございました思ってないよ思ってないくせに。でも、なんか良かったです。こうやってアイドルしてる姿見せられて。確かに。なんか逆にどう思ってました？そうそうそう、壊しちゃった。なんかアイドルだなって思いました。でも嬉しい。でもこうやってやめてるのにこうやって来てくれるのすごくないですか。うんうんうん、嬉しいよ。私配信からファンになってくれた人もね、来てた、大阪から来てたんですよ。だから HKT が好きとかじゃなくて、ピーちゃんがいるうち、ピーちゃんがいるうち、ね、やってました。インタビューもあのファンの時させてもらったんで、多分見た、楽しみですよね。変なこと言ってないでしょうねいただきます。ニックネームとか言ったんですか？ニックネームとか言ってないんですけど。ああ、普通にコメントだけ、はい、でも誰かは分かるんじゃないかなとも思いますし、楽しみ、はい、お題は何ですか？推しメンについて。なんかファンになったきっかけとかいいですね。目ウケる、やだ、かゆくて見れないかも、うん、でも意外と分かんないですよね、私たち。聞くことがない、聞く機会がない。きっかけは聞かないですよね。入り口どこだろう、うん、なんかもう長すぎて覚えてない。うん、最初とかを。ぜひこの動画でじゃあ一緒に見てください。はい、楽しかったです。ありがとうございました。お越しくださった皆さんありがとうございました。ファンの皆が2人を応援し続ける限り、彼女たちはステージに立ち続ける。